もう僕とか本当に新人でもう帰国してすぐ始めたブランドなんで、もう最初の1年とかは本当にもうどん底ぐらいな感じでやってきたんで、マイナスだった分伸びしろが今あるんで、今のところ毎シーズン1店舗ずつでも増えてるんで、取引先はマイナスから入った分そこら辺は根性があるんで大丈夫です。今回も健在で出しておりました。